劇的な変化を遂げた近代日本をちょっと振り返ってみようかなと。戦後の復興、イザナギ景気、高度経済成長期、石油を持たない貧民国、インドが数学で立国を図った。同様に日本は経済大国として世界を席巻。オートバイ、自動車、家電製品、メイドインジャパンは世界の信頼を集める。日本列島改造論、日本全国に国道、新幹線が整備される。そして日本は事実上、黄金の国、ジパングを全世界に誇示する時代を迎えた。しかし1989年の終わりに株価暴落、そして迎えた1990年バブル経済崩壊という長年にわたる経済市場全体が落ちていく時代に陥る。90年代に日本で流行した言葉はリストラクチャリング、再構築を意味する言葉が首切りと呼ばれるようになる。80年代に流行した SI、SIS、システムインテグレーション、システムインテグレーションサービス。生産工場では FA、ファクトリーオートメーション。金満国家の企業が目指すべきものは IT 革命だった。しかし、バブルが弾けた90年代以降、日本の IT は労働者首切りのため積極的に導入されることになる。日本の各企業は事業採算性が明確化されない中間管理職者を大量解雇。管理職者1人首を切れば新人2人採用できるという考えはその後も継続されることになる。がしかしこれが後々日本企業全体に深いダメージを与え続けることになる。一つのエピソードとして、あれは確か90年代、銀座の街で大規模な野外イベントが実施されて、私はディレクターの一人としてこの事業に参加させていただいたことがある。周囲の大きな百貨店の管理職をされている年配の方々も協力していただき、交通整理を担当してもらった。その結果、若いディレクターたちが担当するエリアはクレームの嵐。百貨店の管理職者たちが担当するエリアはクレームゼロ。ヒューマンスキルが違いすぎる。こうした管理職者たちが新人を教育して企業は成り立ってきた。この管理職者たちが抜けてしまった会社に巻き起こったのはパワハラ、セクハラ、ブラック企業、うつ病という言葉の大流行。若い人たちだけの会社、人間の使い捨て時代。それは人を育てられない会社の実態。そしてやってきたリーマンショック。債券という商品の説明について、NHK の解説がわかりやすかったので引用したい。例えばコップの中の水にインクを落としていく。インクは重いのでコップの底に溜まっていく。それはグラデーションのような模様になる。コップの底は濃くて、コップの上に行くごとに色は薄くなっている。濃い部分はリスクの高さ。薄い部分はリスクの低さ。これにより金利の金額を決定するという。それはまるで一つのギャンブル。この手法を用いてサブプライムローンが活性化。しかし MIT 卒の天才数学者たちですらこの試算を誤ってしまった。予想を超える、はるかに超えた投資が集まってしまった。つまりコップの中はインクで溢れかえってしまった。これではギャンブル不成立。アメリカのバブル崩壊。これによって2008年、リーマンブラザーズホールディングスが経営破綻。まるで巨大な津波が襲いかかってきたかのように、日本経済も飲み込まれる。例えばテレビ漫画サザエさんを見る。都心の庭付き一戸建て、優雅な二世帯家族の生活模様、
当時これは日本の一般家庭として設定されたストーリー。しかし今これを見ると、この家族はなんと裕福なのか。つまり日本経済はバブル崩壊以降ずっと下降を続けているだけ。何十年も前のホームドラマを見てみる。そこに登場する主人公が間借りしているアパートの家賃、居酒屋で飲んでいる料理の値段は今も金額が変わらない。市場経済は下降線のまま。バブル当時、大手ゼネコンに渡った金はまんべんなく下へと流れた。今は一部にしか金は流さない。これにより富裕層と貧困層の二分化が進む。そして2020年1月、パンデミックがやってくる。6月11日現在、まだワクチンも治療薬もない状態が続いている。おそらく7月にはワクチン、治療薬が見つかることだろう。しかしウイルスはもはや世界中に蔓延。世界中の貧民街にこれらの薬は行き渡らない。人間不平等起源論。ひょっとすると自分もそんな貧民街に生まれていたかもしれない。これからそれら地域の人々が大勢死んでいく。緩やかに世界人口は下降していくだろう。先進諸国同様、日本はというとこれからも自粛を繰り返すことになる。良くなる会社とダメになってしまう会社がさらに明確化される。スーパーマーケットやコンビニのような食料品販売事業、ドラッグストアのような日用品、医療品販売、医療サービス関連、マスクや手袋の製造メーカー、役所のシステムをプログラムしているコンピューター関連企業などは前年度比 150% 以上の売り上げが続くだろう。一方、イベント、カラオケ、スポーツジムなどの事業はダメになっていく。観光、ホテル、レストラン、航空会社も倒産するだろう。失業者は増え続ける。形を変えて増殖、繁殖を続けるウイルスは死滅しない。それがウィズコロナという意味。したがって大型倒産時代の現代、これからも日本経済は緩やかに下降を続けていくことになるだろう。これが現状から予測できる単純計算。ただし予想外のイレギュラーなラッキーは必ず起こる。医学界から発せられる偶然的な奇跡に期待したい。